誰かに会いましたか？あの男の人は誰ですか？私はいつも7時に起きます。いつか中国に行きたいです。誰でも佐藤さんのことが好きです。妹はパンだけ食べます。一人で病院へ行きます。私はリンゴよりバナナが好きです。彼らにはあまりお金がありません。
窓を閉めなくてもいいです。